爆笑問題は太田光がネタ作り担当、田中の役割は太田の身の回りの世話で、太田光がコーヒーをこぼすと一個上の田中に、おい小僧、吹けと言い放ち、田中は受け入れてるが、昔太田光はギャラの73で提案すると田中は断固拒否、断固たる決意で今の境遇を受け入れた。爆笑問題田中は太田光にバカにされたと思いぶち切れて、俺がバカなんじゃない、俺の脳がバカなんだと言い放ち、太田は脳はお前だろうとなだめた。本番直前のネタ合わせで一息ついた田中はビスケット片手に太田に、これコーヒーにつけると美味しいの知ってる？と話し、太田を唖然とさせた。太田光が食事中ウェイターに子供と間違えられた理由は、田中がジャイアンツ帽、リュックサックにクリームソーダ積んでた。